メールの返事。これは私が今から数年前、実際に体験した話です。なお、出てくる名前はすべて仮名です。久しぶりに連休が取れた私は、家族で温泉旅行へと向かっていました。温泉が好きだった私でしたが、ここ最近は忙しくて足を運べておらず、久しぶりの出発です。大はしゃぎな子供二人と音楽を聴いてノリノリな妻を乗せて、車を走らせている時でした。あれ？あそこってお友達のお家じゃなかったっけ？妻の声でちらっと横目をやると、目立った大きな家で葬式が行われています。その瞬間、ドクン、と心臓の脈が速くなり、ハンドルを握る手が汗ばみます。え、マジか。亡くなった人の名前なんて書いてる？思わず私はそう、妻に聞き返しました。ああ、何か5、6人くらい書いてる。家族で事故にでも遭っちゃったのかな。マジで、M さんって名前ある？ごめん、もう見えなくなったわ。その家は、私の小学校からの友人と言いますか、学生の頃付き合っていた M が嫁いだ家でした。今でも地元の集まりとなると顔を合わせることがあり、最後に会ったのは去年の忘年会でしょうか。結婚10年になる旦那さんと M は今でもラブラブなようで、既婚者といえば相手の愚痴を言うはずが彼女だけはいいことしか言わないところが印象的でした。M の旦那さんは地元の名士で、若くして建築会社の要職に就くほどの方でした。M が幸せになってくれてよかったなと、謎の上から目線を持ちつつ、どこか寂しさや嫉妬を感じたのを覚えています。そんな M の家で、葬式。とても嫌な予感がしてきます。無事温泉宿へ到着し、いても立ってもいられない私は M へメールを送信しました。今 M の家の前通ったら、お葬式してたけど、事故でもあった？確かそんな文を送ったと思います。ハラハラしながら返事を待つと、携帯がバイブレーションで震えました。私はその瞬間、M は大丈夫だったと安堵すると同時に、愛する家族を失った人になんと声をかけたらよいのだろうかと悩みました。自分に置き換えて想像するだけで、思わず涙が溢れます。何かできることがあれば、支えてあげたい。純粋に助けたいという気持ちで携帯を開き、M からのメールを読みます。M からの返事はこう書かれていました。私も家族もみんな死んじゃった。頭が混乱し、意味がわかりませんでした。すると次の瞬間、地元仲間の T から電話がかかってきました。おい、M ちゃん亡くなったってよ。私は言葉が出ず、絶句してしまいました。M は家族総出で外出した際、崖から車ごと海へ落下した事故で亡くなっていました。おそらくハンドル操作を誤った事故だろうという話です。M はもちろん、旦那さんもお子さんも一緒に帰らぬ人となったそうです。私の携帯には、M から来たはずのメールがありませんでした。私が送った文はあるのですが、どこを探しても M から来た、私も家族もみんな死んじゃった。という、見たはずの文がありません。気が動転した私の錯覚だと思いたいのですが、なんとも不思議な体験でした。変な帽子。俺は機械部品の加工工場に勤めてたんだが、ある日、山上ってやつが先輩に、変な帽子かぶってくるなよ。って言われてたんだ。なんだろ、と思ってそっち見たら、山上は頭の周りに黒い毛糸の塊を太く巻きつけてるようだった。でも山上は、帽子なんてかぶってないですよ。って答えて自分の頭を触った。したら別に帽子なんてかぶってなくて、先輩も俺もあれあれってなったんだよ。その日の午前中、山上は会う人ごとに帽子の話をされて、でももう一回見直すと別に普通の短髪だったんだよな。山上はもちろん、なんで帽子の話を旅ごとにされるのかわかってなくて。で、その日の午後の作業で山上はありえないような事故で、工作機械に頭を挟まれて死んだんだよ。鉄の壁。8年前くらいに大阪で一人暮らししてた頃妙な体験をしてて、
ちょっとわかる人いたら聞きたいんだけど、大阪の難波付近で、道の片側に高さ 4.5 メートルくらいの鉄の壁がずっと続いていて、その反対側が工場地帯になってる場所知ってる人いるだろうか。なんでそんな話聞きたいかっていうと当時、19くらいだったんだけど友人と深夜1時くらいまで遊んで、チャリで帰ったんだが、帰りになんとなくいつもと違う道で帰ろうと思って、普段使わない道通ってみたんだ。そこの道は一度も通ったことなかったんだけど、方向が合ってればまあ帰れるだろうと思って、本当になんとなくだったんだけども。で、その知らない道をずっと道なりに進んでったら、さっき言った右手が4から5メートル鉄の壁になってて左手が工場地帯で、その工場の手前にベンチがポツポツとある通りになったんだ。鉄の壁には100メートル置きくらいに扉がついてた。街灯も立ってたんだけど結構離れた間隔で置いてあって妙に暗い道だった。そこをずっと進んでったんだけど、行けども景色が変わらない。20分くらいチャリで走ってたんだけどずっと同じ景色なんだよ。そこを方向的には右に曲がらないと自分の家に着かないんだけど、ずっと鉄の壁があるから、どうしても右に曲がれなかった。ふと、壁の向こうはどうなってるのか気になって、工場の方によって壁の向こうがどうなってるのか見ようとしたんだ。立ちこぎになって首を伸ばせば向こう側が見えるかと思って、そしたら建物全然近くに見えないんだ。めちゃくちゃ遠くにビルとかマンションの明かりが見えるだけで。それで、あ、これ帰れねえやと思っていい加減引き返すことにした。結構走ってたんだけどね。で、その戻り道、言った通りベンチがいくつかあったんだけど、雪は、そのベンチ無人だったんだよ。それがさ、戻ってる時にいくつか人が座ってるベンチがあったんだよね。二人で座ってボソボソ話してたり、なんかパンみたいのひたすら食べてたりしてた。よくは見えなかったけれどみんなおじさんだったと思う。深夜の一時回ってたんだけどね。それでまあ、何事もなく元の道に戻って、そこからはいつもの道で帰った。次の日友達にその話をしたら、面白そうだからその道に行ってみようという話になっていこうとしたんだが、道は見つからなかったんだ。ずっと気になってて、最近友達6人くらいと Google Earth でも調べてみたんだけどやっぱり見つからなかった。結局あの道は何だったんだろう。ずっと進んだらどこに繋がってたんだろう。誰か似たような道知ってる人いないかな？宅配便。昔から、電話が苦手なんだ。多分親戚が死んだって連絡が子供の頃、夜中にかかってきたことがあるからだと思う。呼び出し音が響くと、毎回ゾクッと嫌な予感がするんだ。また、何か悪い知らせなんじゃないかって。俺はその時、休日だったから録画した映画をぼーっと見てたんだよ。昼飯食ったちょっと後だったな。それで、まあちょっとうとうとし始めたら電話が鳴ってさ、いつも通り嫌な予感を抱きつつ、電話に出たんだよ。はい、もしもし、バツバツです。眠りかけてたのを邪魔されたし、多分ちょっと不機嫌だったと思う。時計見たら午後2時25分。電話の相手は男の声だった。その電話は、ただの宅配便の連絡だった。近くまで来てますので、これから伺ってもよろしいでしょうか、って内容だった。ええ、大丈夫です。先日留守にしてて荷物受け取り損ねて、再配達を頼んでたからそれだと思った。今家にいますんで、はい、来てください。それでは、って言って電話は切れた。夏でパン一だったから、ズボンちゃんと履かなきゃな、なんて考えつつ受話器を。玄関のベルが鳴った。早すぎる。俺の家はマンションの7階で、下に車止めて電話かけてきたとしても登ってくるのに1分はかかる。また嫌な予感がしてた。霊感とかはないし、死んだらそれっきりだと考えてるけど、まあオカルト話とかは好きでさ。お、とうとう俺もオカルト体験かな、なんてなんか冷静なところもあってね。受話器持ったまま、ソファーにかけてあったジーンズ引っ掛けて、インターホンを取った。
さっきの男の声で、宅配です。って言うから、あ、はい。今出ます。って答えて、もし強盗かなんかだったら嫌だし、玄関のゴルフクラブの位置を確認した。いざとなったら、って考えて。で、ドアの覗き穴から外の様子伺ったら、まあ普通に宅配の人がいた。アマゾンの段ボール箱持ってる、制服で帽子かぶった人。うつむいて、受け取り証あの犯行すやつとかチェックしてる。なんか拍子抜けして、顔を扉から離して、チェーン外して、鍵開けた。扉開けて、荷物受け取って、犯行して、まあいつも通りだ。鍵閉めて、チェーンかけて、ソファーに荷物投げて、腰掛けた。映画を巻き戻さないとなーって考えて、コントローラー乗せてる机に目をやった。受話器がない。さっき、受話器を戻そうとしてベルが鳴って、どうしたっけ？玄関から電話の呼び出し音が聞こえた。不安になってきた。日差しは強いけど、クーラーかけてたから、ちょっと寒かった。多分荷物受け取るときに、無意識に置いたんだろうと思いながら玄関に戻った。靴箱の上に受話器はあって、ピロピロ鳴ってた。こんな短時間に電話ってのも珍しい。リビングに戻りながら、手に取って、外線をして、耳に当てた。もしもし。はい、もしもし、バツバツです。は？バツバツは俺の名字だ。大丈夫です。ちょっともしもし？電話の向こうで、映画の音が聞こえてる。なんかやばい。今家にいますんで、はい、来てください。いえ、ちょっと。電話の中と、目の前のモニターで同じ映画の、違うセリフが流れてる。なんか寒い。玄関のベルが鳴った。受話器から耳を離して、モニターを見たら、電話の中で聞こえてたのと同じシーン。インターホンに出たら、宅配便だって男の声。あれ？と思って部屋を見るけど、さっき置いた段ボール箱が見当たらない。あ、はい。今出ます。玄関に行って、さっきと同じように荷物を受け取った。どう考えても意味わからない。時計を見たら午後2時27分。受話器を戻して、映画を巻き戻した。映画のシーンで、たった時間を逆算しようと思ったんだ。最初に電話かかってきた時から、荷物受け取ってソファーに戻るまででだいたい2分半。そこから、2回目に荷物受け取ってソファーに戻るまでが2分15秒。荷物は、ちょっとビビりながら開けたけどちゃんと自分が注文したスリッパだった。なんだったのか、結局よくわからない。